はい、カモメのジョナサン、代表の玉木勝利と言います。カモメのジョナサンは、うるま市の島嶼地域で、シーカヤックや、サップと釣り船などの、ガイドツアーを主にしている会社です。サップは、まあ、SUP って書いてスタンドアップパドルボートと言いまして、まあ、ハワイで生まれたスポーツなんですけども、水上の上のサーフィンボードの大きなボードのようなものに立ってパドルで漕いで進んでいくというスポーツですね。僕はマリンガイドの観光客や一般のお客県内のお客さん向けに、そのいろんな場所をそのカヤックやサップを使って自然の景色とか海を楽しむガイドツアーのガイド業をしております。で、僕らの仕事に欠かせない道具は、まあ天気予報とか安全管理に必要なスマートフォンで、もう一つは、ライフジャケットですね。これも命の安全を守るためにお客様も僕も必ずつけます。で、もう一つは、パドルですね。パドルというのはシーカヤックやサップを乗るときに漕ぐ貝のようなものですね。これが欠かせない道具です。小さい頃の、まあ、夢、職業をなりたかったものは、消防士のレスキュー隊に憧れていました。その理由は、人を助ける仕事がしたかったからです。その仕事を始めるきっかけは、父親が、僕の幼少期からダイビングショップを経営しておりまして、僕はそのダイビングショップで小さな頃から父に連れられて、海に行ったり、いろんなお客様と一緒にですね、お仕事させていただいたり、で、高校生になったらそれのガイドもアルバイトでしていましたので、自然と海の世界に入っていきました。僕は小さな頃からずっと海が身近にある生活をしていまして、先ほども言ったんですけども、父がダイビングショップで、祖父が漁師、おばあちゃんがそのおじいちゃんが取った魚を使った鮮魚店も営んでいましたので、自然に小さい頃から海がありまして、で、この仕事を続けている理由としては、何よりも好きだからですね。今でも毎日海に行けばワクワクしますし、一生やり続けたい好きなことを仕事にしたいと思って、これを今やっています。やりがいはですね、海は毎日行っても天気、気候、季節で表情が違います。それのやっぱり自然の美しさですね。朝焼けの美しさ、また夕方のサンセットの美しさ、雨は雨でまた美しさがありますので、その海とか自然の美しさと、あと生き物、いろんな生き物がいますので、それが身近にいつも感じられるのがやりがいを感じる瞬間です。そうですね、大切な大きな団体様 のツアーが入っている時に腰を痛めてぎっくり腰になってしまいまして、その重たいものをこの持ち上げることができなくなったので、お仕事がちゃんとあった時にすごく自分自身ですね、ピンチだなと感じました。そうですね、やっぱりいろんな重たいものを持つ時のやっぱり力を入れるコツとかですね、やっぱり仕事をずっと長いこと続けていく中でしか得られないですね、いろんなこの仕事に対する慣れが必要なので、長い時間をかけてですね、それを克服しました。はい、でした。はい、大切にしていることを特に、この3つなんですけども、1つは、お客様の笑顔ですね。仕事をしている上でお客様が喜んでくれることが何より自分の喜びにもちろんなります。で、2番目、自分が心から楽しいと思えるかどうかですね。やはり仕事というのは、早い人は18、16からですね始めて、長い人は定年は本当に最後まで仕事をする方もいると思うんですけども、長い時間、一番自分が人生かけて長い時間する上で自分が心から楽しいかどうかは非常に大切だと思ってます。3番の、自
然と、まあ、他者への誠実さというのは、僕らみたいなマリンガイド業、まあ、そういうエコツアーガイドをしてる人はですね、自然の恩恵を受けて生活していますので、まあ、自然とか、まあ、お客様、いろんな人のに対する、まあ、尊敬とかリスペクトは誠実さがなければやっていけませんので、それをとても大切にしております。こちらですね、やめない。はい、まあ、やめない理由は、まあ、お仕事はいろんな考え方があると思います。例えばお金のため、社会のため、自分のため、大きく分けてこの3つがあると思うんですけども、僕のやってるお仕事を選んだ理由というのは、やっぱりお金のためではなくて、まあ、自分のためが一番大きいです。海自体が自分のライフワークになっていました、なっているので、まあ、海がなければ毎日がちょっと色褪せるというか、そういう感じになります。 なくてはならない存在ですね。なので、まあ宝くじが当たっても仕事は、仕事というか海に関わること、まあ、今の仕事はやめません。達成したい今の仕事で目標がありまして、それは100万人の沖縄県民のカヤックアイランド化計画というのを、まあ、仲間でやってまして、それは何かと言いますと、まあ、沖縄県民は実は海に身近であ あるがゆえ、あまり海に行かない。海に行くときはビーチパーティーとかが多いんですけれど、まあ、沖縄の我々沖縄県民が海で遊んでですね、例えばシーカヤック、サップ、ダイビングとかもそうなんですけど、それをやることによってよりこの地元愛が増えてですね、いろんなものに対して感謝の気持ち、こういう特別な沖縄っていう土地に、まあ、生きているんだなっていうのは実感すると思うので、地元の人にこそこの海のスポーツをより身近に遊んでいただくための活動として、いろんな場所で体験会などを行っております。プライベートで、まあ、達成したい目標は、まあ、個人的なことなんですけども、まあ、沖縄中離島が、まあ、39離島が沖縄含めありまして、その39離島全てをですね、シーカヤックで走破して、それを、まあ、ずっと点で結んで行くというこの、まあ、旅がしたいなと思っております。はい、そうですね、まあ、定期的にやっぱりそれのためには、まあ、1日40キロ50キロを軽く漕げるような体力、気力プラス、あとは海図とかですね、潮を読むとか、海に対する知識を深めなければ安全上難しいので、まあ、その勉強と体力の向上のために定期的にロングツーリングなどをして勉強しているという感じです。まあ、仕事でいただいたお給料の使い道の 70% は家族のためのお金となります。で、自分のために使えるお金が全体の約 30% ほどですね。はい、そうですね、まあ、自分のために使えるお金というのは、まあ、皆さん趣味に使ったりいろいろなことに使うとは思うんですけど、僕の趣味自体がお仕事となっていますので、例えばその新しい道具カヤックを買うとか、新しいパドルを買うとか、そういうトレーラーを買うとか、ウェイトスーツを買うとか、基本的には海にまつわる全てのその道具を買うのにその 30% も入っておりますね。はい、そうですね、大人になるとやはりかかるお金がたくさんあります。例えば車を18で免許を取って、必ず車、沖縄県民1人1台必ず買うと思います。そうすると、まあ、車の、まあ、税金ですね、いろんな税金車の中あるんですけども、まあ、車検などもありますね。あとは、まあ、収入からの税金、はい、いろんな税金、納税の義務がありますので、税金の、はい、であとは家賃ですね、住むお家、例えば大人になってお家を離れると、自分でお家を探して、ね、アパートやマンションを借りて住まないといけないですから、その家賃、光熱費なんかもかかってきます。
自分の性格を自分で語るっていうのは非常に難しいと思うんですけども、多分他者の方がより分かるかもしれませんが、まあ、自分自身では穏やかな性格だと思っております。基本的にはあまりイライラしたりはしません。また興味があることとないことがはっきりしている性格で、小さなことからあまり興味のない情報などがなかなか耳に入ってこないっていうのはあります。子供の時に学校で頑張ったっていうのはやっぱり友達をたくさん作り、友達との、コミュニケーションを大切にずっと過ごしてきました。で、大人になるといろんな年齢とか立場が違う人が一緒になってお仕事をしたりする機会が出てきます。その中で良かったということは、人をすごく好きで、人に対するコミュニケーションがちゃんとできる大人になれたかなと思っていますので、それが小さな頃いろんな友達大切にしてきたことで、それが身についたかなと思います。勉強というのは、僕が思うには、我々人類が、この地球に生まれてから今までの長い歴史の間で、たくさんの経験を何度もトライアンドエラーしながら蓄積したものだと思ってますので、それを最速で最短で、その先人の知恵をいただくという行為なのかなと思っています。それが勉強かなと思います。人と、うまく関係を築くには、まず人の悪口を言わないことですね。人の悪口を言う人と、なるべく関わらないで、人を、好きになる努力をする。いろんな人がいます。その中で自分が嫌だと思っても、相手が好きっていう場合もありますし、いろんな立場がありますから、基本的に人をみんな自分を愛するように、人を愛するっていうのを徹底してやると、うまくいくのかなと思います。あとは人の話を聞く努力ですね。聞き上手になることだと思います。この仕事、我々エコツアーガイド業ですけども、仕事中にいつもお客様、観光客のお客様一緒にいろんなシークレットビーチに行ったりして、そこに落ちてる漂流ゴムを拾って持って帰るという活動をずっとしております。それを通じて、自分のこのエリアですね、うるま市の海ビーチを、沖縄一きれいな、ビーチにしていきたいと思ってます。はい、こちらです。人に、すみません、こちらですね。大好きなことを、見つけよう。で、人や社会に、感謝される仕事をしようです。はい。大好きなことを見つけようというのは、好きなことを皆さん、たくさんあると思うんです。読書が好きな人、食べるのが好きな人、サッカーが好きな人。で、今やってる自分が本当に好きなことっていうのは大切にしてください。それが、ずっとやり続けていれば仕事になることもありますし、それがきっかけでいろんな仲間が増えることもあります。自分が好きなことを、どんなことでもいいです。ゲームでもいいですし、スポーツでも勉強でもいいです。好きなことをとことんやるっていうのは大切にしてください。で、もう一つ、人や社会に感謝される仕事をしようっていうのがあります。やはり仕事というのはお金や、地位、名声、安定、いろんな仕事がありますけども、それだけじゃなくて、やはり仕事というのは必ず人と人が関わりますから、何か人にありがとうと言われる仕事だったり、人の笑顔がいただける仕事とか、また何か社会にこれが役に立つ仕事、そういうのを仕事にすると一生できる仕事になると思います。はい。